皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。何ですか今の間は今回紹介する車がこちら。はい、35GTR。 はい、 GTR。 これ意外や意外、ボンドあんまり紹介する機会なかったんですね。意外や意外、あんまり来てないんじゃないかな。え、本当っすか。時々見かけますよ。あんまりイメージが、一番最初にさ出た時は僕も浦和店にそれこそいた時代で、浦和店とか時々見かけました。でタイヤがディーラーでないと交換できないとか、ディーラーじゃないと取れないとかっていうのがあって、でそれこそ海外からタイヤ取ってとか交換してとか、そこは細川タイヤの出番だぜということで、そうやってたし。そうなん、そう、それこそなんだっけな、 BS かな、近所の営業所がホイールを組めないっつって言って、うちのその浦和店で組み込みだけやったりとかもやってたし、だからなんか最初の時は結構見た気がするんだよね、いろいろ。なるほど、まあ、もちろん改造も絶対 NG みたいな感じでスタートしたじゃん。そうですね、 GTR は。だからそのなんかいじってどうのこうのっていうよりも、いや、まあ、タイヤ交換結構よくやってたなっていう印象。僕的には時々こう視点で入稿してることもあるんですけど、うん、カスタマイズしたのを紹介することってなかったなと思います。あんまりないよね、はい、僕自身もホイール入れて車高落としてなんてやるのは GTR 初めて。世の中的にはもう GTR って言ったらもうカスタマイズ、チューニングじゃないですか、うん、そうだね。ただ改めて考えたら、うん、今回ご紹介するみたいな、はい、この手の触り方ってなかったなと思って。そう、なかったよね、意外と。ちょっと今回 あんまり多分世の中的にない仕様だと思うので、はい、詳しく紹介したいなと思います、はい、そして僕の中でもう GTR って言ったら飯村さんなんですよ。なんでと思うじゃないですか。それ全然わかんない俺には。わかんないですか。僕的には 35GTR はさすがにちょっと違うかなと思いますけど、はいはい、3233334って言ったら飯村さんなんですよ。あ、まあ、確かに確かに。これ動画見てくださってる方、はいはい、まあ、カメラマン含め、はい、ポカーンだと思うんですけど、323334、まあ、要は RB が乗っかってる GTR、はい、これに某社外品を日本一売った男は飯村さんなんですよ。これちょっと前職の前の会社のお話なんで、ちょっとあんまり掘り下げませんけど、そうね、もう相当数触りましたよね。相当数触った。この前でもね、内装屋さん別件で話したら、内装屋さん初めて電話したの、そしたら俺の前職の名前を言われてで、そこの飯村さんですよねって言われて、すげえびっくりした。一部ではもう323334GTR で言ったらもう僕の中でも、めちゃくちゃ見たね、もう飯村さんなんですよ。そうですね、確かに。ちなみに日本一売ってたのが飯村さんで、自分で言うのもなんですけど2番目は僕なんです、はい、ワンツー、そうそうそう、ワンツーです。そこに来てこの 35GTR の紹介なんで、はいはい、今回ちょっとワクワクなんですけど。そうですね、まあ、車がもうとにかくすごいですよね、うん、すごい。こんな体育会系の車あります？なかなかないよね、うん、もう色気を感じてる方がいらっしゃったら本当に恐縮なんですけど、うん、僕的にはあんまり色気を感じない、うん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 、本当にザ体育会系、はいはい、男の走りの車、はいはいはい、で結構カスタマイズって言っても多分チューニングと、うんうん、あとはそのドレスアップに近いそのカスタマイズも、うん、ちょっと派手なの多いじゃないですか。そうだね、ワイドボディとかエアサス組んで、はいはい、着地とか、そっちね、はいはいはい、まあ、外装に行った感じ、まあ、両極端だね。そうですよね。ここに来て今回、はい、外装に関してはほぼ触っていないという。触ってません、はい、で特にもうなんかこうステッカーとかも一切なく、なく今回やったのがこの割とこう欧州車、うちで入庫する車で定番というか、うん、割とよくあるこのステルスフィルム、うん、はい、でまずマットブラックにしちゃうという、はい、そう、もともと黒でステルス貼って、まあ、マットになってる感じです。車のヤバさがパワーアップしてるんですけどなんすかね、雰囲気がすごくなんかいいでしょ。いいです、うん、なんかちょっと本当に走る車、うん、めっちゃ速そう感が、うん、プラスされるね。というか
でこれもう今回全部貼ってるんですね。全部貼ってます。この下側のリップも、はい、バンパーも当然ですけど、はいはい、フードもルーフもそうですね、好きなく、はい、これイメージ変えるっていうのもそうですし、うん、まあ、あとはやっぱり走る車なんで、うん、まあ、車を守るっていう意味も、そう、飛び石からも守れる、まあ、含めて全部やってると、はい、こんな感じで、あ、この辺なんかも全部ですもんね。そう、この辺も、あ、ここもなんですか。でこれがね、ここだけね、ここだけメッキなのよ、この車、はい、他はなんかシルバーの部品があってもこうサテンシルバーみたいな、あ、これここもともとメッキなのよ。ツヤツヤのあのピカピカのメッキってことですか。そう、反射しちゃうぐらい。で、まあ、今回こういう感じにするんで、まあ、多分流れとしてはもう全部じゃあ真っ黒にしましょうよみたいな流れもよくあると思うんだけど、そこはあえてやらずに、あ、なるほど、はい、エンブレムもちゃんと残して、純正のシルバーの部分もちゃんと残して、ただまあここだけメッキだったんで、ここに関してはステルスをあえて貼って、そのシルバーみたいな感じで統一させた感じ。丸々消しちゃうんじゃなくて、うん、このちょっと特徴的な部分は、はい、もう一体感を持たせて、そう、はい、残してある。そう、だからちょっとあんまり真っ黒にしちゃうと、うん、それはそれでね、ちょっと国産車、まあ国産車で真っ黒ドーンどうだみたいないうのはちょっと僕としては控えめな方なんで、そっちじゃなくてもう自然に。そうなんです、自然です。ちょっと大人を感じました。そうそうそう、はい、だから純正マットみたいな、純正で日産がマットブラック出したらこんな感じじゃないみたいなの仕上げになってます。なるほど、はい、こんな感じで全面してあって、そして横に行くと、はい、はい、まあ、飯村さんのカスタマイズといえばもう足元、はい、やってまいりました。今回やってまいりました ADV-1、はい、これもまたすごいの選びましたね。そうな、まあ、さっき冒頭でツッチーが体育会系の車って言ってたけど、この車に関してはちょっと色気をプラスしたかった、なんで、ADV-1 の ADV-005、MV2 のアドバンスシリーズの21インチになってます。削り ADV やっぱり改めて見ても、いや本当にえぐいし芸術っすね。すごいよね。このセンターキャップとかもわけわかんないですよ。そうだからこのセンターキャップが厄介なのよ。バランサーに固定するのにその両脇立ってるじゃん。だからアダプターっていうか固定するやつがさ、これ多分一般の人は何の話をしてるのか全く分からないと思って、ちょっとインサート入れておきましょう。当たっちゃうんだよね。要はそのバランサーって言ってホイールのバランスを取るときにくっつける機械に、うん、そのままくっつけられないと。そう、はい、で詳しくは多分インサート入れてあると思うので、はい、まあ、こんな部品をちょっとパチッとはめるんで、うん、まあ、当たっちゃう。そうだから、そこをすごく苦労しなきゃいけない。どうやって取ったんですか。あ、そこにね、なんかもう一発アダプターみたいなの入れれば逃げれるんで、ここが当たらないように。そうそうそう、なるほど。これすごいっすね。すごいよね。ここは抜けてるんですよ。こう、そう、そっちはホイール側だからね、キャップ側じゃないからね。キャップがついてこの穴が完成するみたいな、うん、で穴も穴でこっちも開いてるし、この奥も開いてるすげーっすねこれで、スポークもだってこの側面も穴が開いて、はい、でなおかつこの伸びたスポークがこのフランジまで、そうで、こうガッタンってなってるでしょ。これ対抗感したくないですね。いやもうね、やばいよ。ガリったら終わり。確かにこれ修理できないできないできないなくなっちゃうもんね、削ったら。35 GTR ってなんか僕結構調べたら、うん、純正でランフラット履いて20インチで、はい、なんかその交換がめちゃめちゃ大変、はい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 、多分その辺もあって、まあ、当時その裏当てに、そうだね、まあ、話があったと思うんですけど、うん、もう別の意味で交換したくないこれ組むときはじゃあこの辺ガードして。そう、いや本当に組み込みも大変だよね、ある意味。そして色がこれまた絶妙ですね今回、はい、リキッドスモークっていう、まあ、ブラッシュドスモークみたいな、他のメーカーちょっと金属感が透けてる感じで、うん、これはあえてその、まあ、単色 の, そのグロスブラックとか、うん、マットとか
あとはその中間とかじゃなくて、はいはい、そうですね、金属感をチラ見せする感じで、はい、そういうとこもプラス色系かな。なるほど、うん、そしてこのフランジからのここの接合部だったりとかっていうのピアス、これハードウェアはもう今回はこれグロスブラックですね、はい、なるほど、ちょっとこのグロスで同じ黒系なんですけど存在感も、はいはい、ありつつ、そしてこの辺なんかもしっかり全部削りがね、削るよねーねーほんと削るよねいやちょっとこれ足元だけで、うん、はい、かっこいいよね。そして、あの今回こうホイールに注目してますけど、はい、あの僕、飯村さんから連絡来た時にタイヤサイズ、はい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 、はい、タイヤサイズ、はい、これあの間違ってませんかはい、間違っていません。まずフロントが純正 X でしたっけ。フロント純正 X なんだろう。リアは285っすよね。まあ、ちょっとリアデジャブかけましょうか、うん、フロント28530、はい、まあ、21インチになってますよ、はいはい、そして寝具合もちょっとちょい引っ張りぐらいですね。そうね、でここにね、ああのいるのよ一発ここか。ああなるほど、そうちょっとフェンダーの折り返しでこの、ね、はい、そう逃がすのが、まあ、今この状態だったら全く干渉しない。え、これでですか。うん、バッチバチですよだって、うん、だからこれが逆にもうちょっとタイヤが立っちゃうとガスガス当たる感じ。ああ、じゃあその辺も絶妙なタイヤの銘柄、この選択と寝具合でそうなんです、やってあるわけですね、はい、あとはこのフェンダーも触るの簡単じゃないですか、うんうん、触っちゃうとまたちょっとイメージが、うん、そう、はい、だから極力触りたくない。なるほど、うん、もう涼しい顔して履いてるのか、はい、これはもう全く何も触ってない。なるほど、はい、そしてじゃあフロントはこんな感じ。フロント感じ。 あと車高の方はこれどうしてるんですか。車高は、カーベイの HS で、アジャスタブルのダウンスプリング。あ、じゃあ純正ショックのまんまスプリングを車高浄化して、うん、なので電子制御のショックもそのまま使えるっていう。じゃあ大きくその車の性能のところは、はいはい、まあ、変えずに、はい、ローダウンしてる、はい、絶妙な車高になってる感じですね、はいはい、そして横この辺は残してるんですか。それ残してる。そこはねグロスブラックだったのもともと。なるほど、うん、ちなみにここはねここもグロスブラックなの GTR って。あ、そうなんですか。そうなんだけどここはちょっとチャカチャカテカテカしちゃうの嫌だからもうサテンにしちゃったの。へえー、そしてルーフなんかも全部もうこのルーフのこれもそうモールみたいなのはグロスブラックだね。はあ、なんかヤバさが半端ないですね車の。すごいなんかオーラがビンビンだよねそして後ろ、はい、リア来ました。あのこれ僕が何かの間違いじゃないですかって思った、はい、まあ、このオイル、はい、フィニッシュだったりサイズだったり一緒ですけど、はい、こちらご覧ください。はい、355、はい、355、355ですよ。はい、アベンタドールじゃないですか。アベンタドール純正タイヤ。マジですか。はい、入るんですか。入るんですね。これ純正だって285っすよね。そうだからリアが前に来てリアがさらに太くなったみたいなね、はあ、だからフロントのその285、はい、本来リアのサイズなんですよ。そう純正のリアのサイズで、だってワイドボディとか、うん、はい、じゃないじゃないです。何度も言いますけどフェンダーは一切触ってないです。インナーの加工すら一切することなく、はい、285純正のタイヤが355、はい、化けましたそしてこれ走れちゃう。走れます。そんなことありますね。だからもう外を本当にキワッキワまで出して、うん、内側もキワッキワまで攻めてるってことですよね、うん、そうでもまだ余裕ありそうだったけど。本当っすか、うん、でもタイヤが結局ねこれ以上のものは、まあ、外見もちろん合わせなきゃいけないしっていうのはあるけど。だってこれやばいでしょ。ちょっとこっちからのね後ろついたら、うん、ちょっとなんかおかしいなって分かっちゃうぐらい。そうなのよ。リアタイヤの太さが尋常じゃないですよこれ。そうだからその今回そのオーナーさんが一番初めてのお客様で、はい、で新規のお客様。そうそうそう。で YouTube や、まあ、僕らやっててで
まあ、ヤリスとか紹介させてもらってて、はい、LC とかで国産車もいいんですねって言って来てもらった。それで来ていただいた時にお話をしている中で、その日本のそのよくある GTR っていうような改造の仕方はちょっと好みじゃないんですと、ちょっと変わった、まあ、日本にはあんまりいないような GTR に仕上げたいんですって言われたから、じゃあこれじゃないですかっつって。なるほど。でどうせやるならやっぱりなんかちょっとびっくりするようなポイント一つ欲しいじゃん。手数もそんなに、ね、多くないから。ちょっとじゃないです、ね、見間違いかと思っちゃう。こう 目を起こしてもう一回見直すそのレベルでしたよ。それで今回ちょっとリアにリアタイヤ355行きましょうっつって、それをこのどうだって一切しないしない、はい、気がついた人だけ腰を抜かすみたいな、みたいな。はあ、もうそんなちょっと驚きが詰まった、はい、リアホイール、リアタイヤなんですけど、コンケーブもえぐいよね、リア。えぐいっすね。はあ、もうはあしか出てこないです。だからもうリフト上がってる時もこんな出てたかったね。そうなんですよね。フロントがダブルシフトでリアがマルチリンク、うんうんうん、だからマルチリンクもそのメーカーによってその組み方違いますけど、うんうん、結構こう車高を下げた時に寝るじゃないですか。寝るね。だから逆に車高をこうリフトで上げた時にグイッってこうなるんですよね。すごいよね。こんな出ちゃった。それがちゃんと車高を下げると、はい、収まります。こんな感じで収まるという、はい、きちんと。でもそれはちょっとアライメント、まあ、調整できる。そう、まあ、キャンバーとかね触れるし、この車に関しては。ただ正直今回のこの車に関してはキャンバー触ってません。あ、そうなんですね、うん、なんでまあ、ちょっとこう起こしたり寝かしたりっていうね、出面も含めて見た目も含めて僕らの中でやったりすることはよくあるんですけど、まあ、今回の車に関しては大幅に狂ってもなかったんで。あ、そうなんですね、はい、キャンバーに関してはそのままいってます。まあ、調整できる車であること、うん、あとはアライメント調整できる設備があること、そう、ね、あとはノウハウがあることで完成している足元ということで、はいはい、もうとてつもないリアタイヤになってございます。で後ろも特に、あ、後ろでもそうマフラーエンドだけ、マフラーだけちょっと変わってるんですね、はいはい、だ基本的には最初のお話をした通りあんまりこう真っ黒にしたくないしブラックアウトって感じじゃないけど、テールエンドはねだけはなぜかチタン焼き入れ。それ昨日聞いてびっくりしたんですけど、うん、純正そうなってるんですか。そう、2020年からの GTR に関しては新車でもうそうなっちゃった。だ逆に2020年より前の人たちはその純正の焼き入れ入ってないカッターをなんか自分たちで加工して焼き入れしてもらったりとかしてる人もいるみたいね。あ、そうなんですか、うん、あ、だから2020年でそれ採用したんですかね。そう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 。で今回は真っ黒に、はい、したらとちょっと半ツヤみたいな、引けてる、うんうんうん、引けてるサテンな感じですね、うん、半ツヤで仕上げてるみたいです、はい、リアもこれえぐいっすね。かっこいいよね。かっこいいです。これエンブレムとかはどうしてるんですか。これエンブレムとかは貼り直してます。あ、そうなんですね、はい、一回剥がしてプロテクション施工してさ再度貼り直してると。あ、ちょっとだからここの中もさ、はい、こうマフラー本体がいて、でそのマフラー本体ってそんなに太くないの。はい、見たらピュッて出てますね。そうパイプが。でマフラーカッターがつくじゃない、はい、だマフラー本体もちょっと黒く塗ったんだよ。あ、そうなんですか。そうじゃないとなんか覗き込んだ時に見えちゃうから。そうマフラーカッター真っ黒なんだけど本体がシルバーっていうかさ、ありますありますあります。結構最近みんなカッターだから、そう欧州車 その新車でそのやつでもそうそうそう中身見ると寂しいのが丸目とかありますからね。そう、それがかっこ悪いから。そう、中の部分も黒くしっかりしてあるみたいな、はい、塗ってあります。続いてじゃあ内装、特に内装は触ってないってことなんですか。はい、今回触ってません。で僕は恥ずかしながらあんまり GTR 直接こう触ったりとかってする機会が、うんうん、前期型で止まってたんですよ。わかる、うん、これも一緒、まあ、ボンドに入ってちょっとそのふわっと見る機会はあってもちょっと実際触る機会が少なくなっちゃったんで、うん、前期で飛ばしたんですけど、うん、だから中期飛ばして後期じゃないですか、うん、これ2020年なんで、うん、めっちゃかっこよくなってますよ。そうなの、なんか何気にアップデートされてるのよね。されてますね、やっぱり。
もうナビ周りとか、うん、ハンドルとか、うん、なんか外装あんまりこうもう十何年変えてないじゃないですか、うん、34GTR って2007年からですよね。35ね。あ、35、ごめんなさい。 35GTR って2007年から外装大きく変えてないじゃないですか。そうだね。毎年ちょっとずつ変更してデイライトがちょっとついてるね。そう、うん、で大きく分けて今のところ前期中期後期になってますけど、うん、後期ないぞ。そう、かっこいいっすね。エアバッグにステッチとか入ってるからね。でシートもレカロー、これちょっとあの改めて 35GTR をこういう風にカスタマイズしていくっていうのは、うん、すごくいいかもしれないですね。すごくいいよね。だからなんかそのなんだろう、そんなにこう選ぶってないし、うんうんうん、もちろんこういう車って嫌味がない。そう、嫌味がないし、でなんかこう目三角にして走るぞっていう、そうですね、じゃなくてこういう感じでさらっと乗るっていうのはあのすごくいいと思います。そして異次元の速さなんですよね。めっちゃ速い。僕 35GTR 乗ったことないんですよ。もうね、本当にやばいよね。飯村さん乗ったことあるんですよね。はい、あの先日ちょうど ブースアップしてある GTR を乗らさせていただくタイミングがあったんで乗りましたけど、もうどっからでも鬼のような加速をしていく車だなと思ってトラクションがとにかくやばいんですよね。やばい。なんか僕も結構好きなんでそういうのをいろいろ読み物とか見ますけど、はいはい、結局車のトラクションって、うん、重量、その空力でその地面にこうタイヤを押し付けるっていうのもできるんですけど、うん、まあ、最終的にはそのハガキ1枚分にこう地面に押し付けるって言ったらもう重量しかない。だから軽くしてないらしいですよ、うんうん。あ、それは一番最初にこの GTR 作った水野さんが、うん、なんだっけ、童話だかその読み物かなんかで言ってました。へ、重さが逆に必要ってことなの。そうっす。だ結局その低速で曲がるときもその地面を押し付けるっていうのはもう重量、その車重しかない。だからもう軽く作らないで1700キロぐらいあるんですよね。だからもうトラクションのそのかかり方、車をこう前に押し出す感じが全然違うっていう。いや本当に速いよ、びっくりするぐらい。で今回の車これノーマルなんですよね。こちらノーマルです。じゃあそういじっていく、はい、速くする楽しみもあります。まだまだ、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、結構 GTR これ例えばの一、うん、つのカスタム例として、うんうん、他にも結構いろいろできそうですね。いろいろだから方向性は多分いっぱいあるよね。それこそさ、ちょっと明るめのボディカラーでポリッシュのホイールとか履いたらだ LC みたいな。そう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 それちょっとかっこよさそうですね。そういうので例えば内装わかんない、あるかどうかわかんないけど白の内装でとかだったらあれみたいな。確かに GTR 洒落てんなみたいな。それちょっとやりたいという方向性も全然ありだよね。確かに、うん、ちょっとじゃあいろんなものが提案できそうですね。そうですね、はい、だからあの僕ら、まあ、いろんな方向性のね車を作ることができるから、いろんな形の提案ができれば楽しいなと思います。まあ、ヤリスしかり、うん、あの以前東京店でいじらせていただいたアルファードとかね、はい、今回みたいに GTR とか GTR もう国産車もそう、はい、全然できますので、はい、まあ、お気軽に何でもボンド名古屋、はい、飯村店長までご相談ください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。